このブツブツだけじゃないんです、この背中のこの辺にもシミ、シミもね、この辺がね、いやいや、ハリ、そっちが行きました、はい、ですね、親プロの身の回りの世話をですね、深田元子というですね、元オールナイターズやってるんです、こいつが、うん、まさか、ちゃんとアイロンかけてるってこと、もうこれ最近元気になってます、これです、危ない、危ない、こっちだ、困るんですけど、その辺のギャラはどうなってるのかちょっと不思議です、さあ続いて手ばっかりじゃないよ、オリニーズの逆襲バージョン、ちょっと違います、いつもとオイニーズの逆襲バージョンでございます。オイニーズってすごいね、でもそうですね、もう新聞のテレビ欄にも載ってます、おにゃんこの欠点を馬鹿にしながら立ち幕を競ってしまうという新鋭バッテリーで、今週はオイニーズの逆襲バージョンです。まずはシミブツオイニーチームの石橋貴明選手、はい、あ、カットはカットしました、いいですか、そしてチリチリオイニーチーム木梨憲武選手、あのね、はいはい、このコーナーね、お嬢がやめろって、あれこのコーナーヒューヒュー熱いでの方はやめようとおっしゃってたんです、これもこれも面白くない、少女隊の子が来てるよ、あ、うん、やってみましょう一応、チリチリオイニチームはタカさんの悪口を、シミブツオイニチームはノリさんの悪口をかましてください、それではまずチリチリオイニチームからどうぞ、はい、はい、初見選手どうぞ、はい、行きましょう、今日はね、この前に一言言いたいことがある、お、ちょっとね、ね、うん、ムカついた、ちょっとね、はっきり言ってね、今までね、うん、今まではね、冗談で済んでたけどね、昨日のね、あれでちょっとムカついてんの、何昨日のあれで、昨日のね、ワイプペ、本当に腹が立ったんだ、何言ってんの、私のどこが鼻が高くなってんの、俺がいつ言ったんだよ、バカ、この話を後でやるという、ミヤトディレクターの声が飛んでます、これは本当の喧嘩でございます、さあ、それでは気分をパーッと変えていきましょう、言ったね、初見選手どうぞ、あなたが憧れの萩原健一さんと対談して何も喋れずに目に涙を溜めてんじゃねえよ、もうこの野郎お前やる気になってやるやつやね、タコスケ、さあ、このネタにはもう一本あるようでございます、はい、もう一本いきましょう、はい、それから萩原健一さんの目の前で本人の真似をして、俺をそんな風に俺にそんな俺はそんな風に喋んじゃねえよとか、ちゃんと喋るよタコスケてね、なるほど、さあ、それでは宇都宮選手行ってみましょう、ほんとね、長いやめてやるぞこのコーナー、あー、いいな、椅子が飛びました、やめてしまいました、ということでございまして、今日のコアコーナー終わりでございます、ご苦労様でございました、アテン